こんにちは、デリッシュキッチンです。ジップロックの提供で下味冷凍とレンジで簡単ズボラシューマイのご紹介です。ジップロックフリーザーバッグを用意します。オープンタブと滑り止め加工で開けやすい。オイスターソース、酒、みりん、醤油、ごま油を入れて軽く混ぜ合わせます。豚ひき肉 250g を加えてバッグの外側からよく揉んで混ぜましょう。薄く平らにして空気を抜きジッパーを閉めます。閉まったことがパチパチわかるジッパー機能付きです。冷凍保存します。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。休日に漬け込んで冷凍しておけば平日に時短で夕ご飯、味もよく染み込みます。これを使ってズボラシューマイを作ります。朝、下味冷凍した豚ひき肉を冷蔵室に移して解凍しておきます。夕方には解凍完了。玉ねぎのみじん切り 1/2 個分を加えよく揉んで混ぜます。シューマイの皮1袋は 5mm 幅に切りましょう。クックパークッキングシートを用意し耐熱皿に敷いて豚ひき肉を広げ 20cm 角に形を整えます。シューマイの皮を広げてのせ、包丁の背で16等分に筋目をつけ、むきえび16個をその上に1個ずつのせます。冷凍グリーンピース16個も同様に1個ずつのせます。サランラップを用意しゆったりと蓋をして500W のレンジで約8分加熱します。筋目に沿って再度16等分に切り分け、お好みでからしを添えて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。